10月1日から始まった京阪寝屋川市駅前でのイルミネーションの点灯を前に、9月29日最終のテスト点灯が実施されました。去年まではコロナ禍の中、地元の人たちを少しでも元気づけようと、寝屋川市や地域の企業が協力して明日元気になあれ寝屋川プロジェクト、京阪寝屋川市駅前イルミネーションと題して取り組んできました。今回からは、今年も届けます綺麗と元気と可愛いを寝屋川イルミネーションと題して、よりパワーアップしたものとなりました。使用されている LED 電球は去年よりさらに多いおよそ5万球。イルミネーションの点灯エリアは寝屋川市駅の東側だけではなく、西側にも拡大されました。弊社主催となりまして、5年目となります。今年から、寝屋川市駅の西側に拡大するなど、スケールアップしております。近くにお越しの際にはぜひ、イルミネーションの方をご覧いただけたらなと思います。さらに皆さん方のご協力により拡大をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひご協力を今後もよろしくお願いしたいというふうに思いますので、お願いします。